こんにちは。今日は私の毎日一日の始まりの朝の食事を見ていただきたいと思います。何もない、本当に何もない平凡な平凡な食事なのですが、これが一日の始まりです。まずリンゴを切ります。リンゴはこれきれいに今洗ってあります。そして私はリンゴが大好きで、リンゴがなかったら始まらないような朝なので、こういうふうに食後はいつもリンゴをいただきます。薄く1センチぐらいの幅ですかね、薄く薄くこういうふうにリンゴを切っていきます。そうすると種取りとかもしなくていいのですごく楽なんですね。こういうふうに順番に回しながら切っていきます。全部切り終えました。最後はこういうふうになるので、種取りがしなくていいのですごく楽なんですね。こういうふうにリンゴを切っています。そして卵を焼きます。卵これは1個分です。もう簡単な卵焼きです。今食パンが焼き上がりました。バターを乗せて焼いておりますので、これからこれを広げます。そして必ず毎朝ブルーベリーを7粒いただくようにしております。そしてお野菜はその時々によって変わりますが、こんな感じです。それで私の特徴はこの飲み物なのですが、朝のコーヒーは必ず牛乳を少し入れるようにしております。そしてこれは、お湯ですね、お湯を入れております。毎日ちょっとお薬を飲んでおりますので、食後お薬を飲むので、最初に入れておくとちょうど飲み頃になるので入れております。そしてこれは日本茶です。すべて食べ終わり飲み終わりした後に日本茶をいただくようにしております。マグカップでちょっとお作法的にはおかしいのですが、マグカップでたっぷりと水分を取るようにしております。こんな何気ない私の朝の食事でした。これで今日も一日頑張ります。